川義虎。かっこよく行こうか。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は衝撃を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。徳川義虎は徳川の名を背負う者として自覚を持つようになったものの、相変わらず自由奔放な暮らしを送っていた。とある折に幕府の密偵が各地に送られたという話を耳にし、6人の恋人には退屈紛れと称して徳川義虎は諸国を回る旅に出るのであった。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。徳川義虎 VS ガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。しらっしらっしらっ焦ろう。しらっ焦ろう。勝者徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。焦る。すごい。勝者徳川義虎。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。天下を枕にのたれ死にか。いい夢見るんだぜ。カムイコタン。メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。徳川義虎、
バーサスウーレイシャン、いざ尋常に一本目勝負。焦れ、俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。おら、しれ、てっやっ、すごい、あせろ、徳川義虎。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。足踏みつけるわ、裾引っ張るわ、あんたすれやってたんだな。戦術かと思ったぜ。外流島牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。徳川義虎 VS 立花右京。いざ尋常に一本目勝負。てやおれ、てっすごい、せっ、つまめない、てやしゃっ、てやてっ、あせろ、勝者徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。あれ、すごい、上だぜ、しれみ、てあさまれる、はぁ、すごい、終わり、勝者徳川義虎。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。目にも止まらぬその妙技、その燃えるような目、いいねあんた、粋だね。あな悲しや、あな苦しや、憎しい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 。芝居小屋。
ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。徳川義虎 VS 千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。おれ、てっしれ、おれ、てや、おれ、しれ、てや、てっ、あさの、あおつなみや、あさの、あかま、あ、あ、しれみ、すま、て、しれみ、な、あさの、あおつ、けん、え、うわ、勝者、徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。てっ、せばし、せばし、てっ、せばし、本気出せ。はい、てっ、上だぜ、上だぜ、しれみ、ボタン、くん、こりゃっ、しれみ、よし、勝者、徳川義虎。あんたじゃ咲かねえ。楽しそうに舞うね。こっちまで楽しくなってきしまう。グリーンヘル。徳川義虎 VS タムタム、いざ尋常に一本目勝負。てっ、しれみ、あさがりや、バグナッティア、あさがりや、バグナッティア、せばし、せばし、ボタン、ボタン、本気出せ、しれみ、勝者、徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。てやトラ、悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。あんたみたいな大男、江戸ではめったにお目にかかれねえからな。つい勝負に熱が入っちまったぜ。三方ヶ原。
私を呼んだのはお前。徳川義虎 VS 四季、いざ尋常に一本目勝負。てやっ、てやっ、はっ、てや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 っ、なでしこ、やしらしゅっ、しらみ、そぴゃ、いらせ、すごい。そこ、やっ、いらっしゃい。ダメ。勝者、徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目、勝負。あれ？やっ、すごい。せばきなでしこ、やっ、しらせばきあんた、いいね。おらヨシトラ、あんたじゃ咲かねえ。あんたは顔も剣術も格別の別品さんなんだが、何かすっぽりかけちまってるようで気味が悪いな。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。外流島、羊の国。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。徳川義虎 VS 覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。てやしらてやあれ、徳川義虎。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。とはしらてやおらしらてやうん、本気出せ。おらっ、
勝者徳川義虎。あんたじゃ咲かねえ。ま、こんなもんか。楽しかったぜ、あんた。うずき。悪いな、十兵衛。この先にいる奴には俺が徳川義虎が引導を渡す。だからここは見逃しちゃくれねえか。いい目をしておりますな。しかし御身に矜持あればこの国はどうなります。義虎様、この十兵衛腕ずくでもお止めいたす。徳川義虎バーサス柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。俺はまだ満足してないぜ。二本目勝負。あんたじゃ咲かねえ。すまねえな、十兵衛。さて、じゃあ行ってくるぜ。心配すんな。すぐに戻ってくるからよ。なればいい。静か千年桜。そうなっちまったのか知らねえが、そんな邪気あんたみたいなべっぴんさんには似合わねえよ。待ってな、すぐ楽にしてやる。徳川義虎 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。
許せぬ。この世がそなたか。憎い。
なんかいいね、スーノス、本気出せ、本気出せ、来るな、しゃっかりおらん、さあ気になれるぜ、俺のはすごいぜ、勝負あり、勝者徳川義虎、あんたじゃ咲かねえ。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。無事に静か御前の浄化昇天を見届け、江戸への帰路に着く義虎。火の元を覆い尽くしていた邪気は薄れ、今や空は元の色を取り戻している。浄化の影響であろうか、鬱屈した邪気からの解放を喜ぶように、辺り一面には見事な桜が咲き乱れていた。後日、恋人たちを招いた義虎はとある座敷にて談笑していた。ふとした拍子に彼女たちの口から各地での出来事について噂話がこぼれる。町での暴動、貧困で苦しむ村、民は未だ苦しみ、邪気の禍根はくすぶり続けていた。物憂げな義虎を気遣うように、彼女たちは次の旅先を訪ねた。義虎はかつて友と交わした言葉、この国を良き国へと導くという誓いを改めて思う。己もまた徳川の名を背負う者、たとえ困難な道程であろうと歩みを止める気はさらさらない。月が映り込んだ杯を傾けながら、海の向こうへ渡るのも一興かと義虎は一人つぶやくのであった。I won't tell.
この国をいい国へ導く。どれだけ道が険しかろうと、あんたの頼み絶対に成し遂げてみせるぜ。